1。6。0。今日2月3日は節分の日ということで、鬼の絵を描いていくよ。鬼の力強さを表現するには、眉毛を太く描くのがポイントだよ。
色を塗るよ。今回使う色は赤、緑、黄色の3色になります。赤以外にも自分の好きな色を塗ってオリジナルの鬼を作るのもおすすめだよ。みんなも一緒にしてみてね。これで鬼の完成。みんなはどんな鬼ができたかな？見てくれてありがとう。またね。海の生き物を覚えよう。イルカ、クラゲ、ラッコ、ペンギン、アシカ、イカ、エイ、クジラ、タツノオトシゴ、シャチ、タコ、カニ、マンボウ、エビ、クマノミ、シロクマ、アザラシ、サメ、ヒトデ、ウミガメ。みんなはいくつ覚えたかな？3月3日はひな祭りです。今日はひな人形を描いていくよ。絵が難しい場合はお家の人と一緒にしてみてね。ひな祭りは女の子の成長を願う行事ですが、ちょうど桃の花が咲く時期に行われることから桃の節句とも言われています。色を塗るよ。赤や青色を中心に着物の色を塗ります。これで完成だよ。みんなはどんなひな人形ができたかな？見てくれてありがとう。またね。
来週の2月14日はバレンタインなのでチョコレートの絵を描いてみました。スーパーやコンビニに売っているみんなが一度は見たことがある板チョコをテーマにしています。色を塗るよ。チョコの色は茶色が多いので、今回はいろんな色を使ってカラフルな色に塗っていくよ。2色で色違いにしてみたり、形を変えてデコレーションするのもおすすめ。これでチョコレートの完成だよ。見てくれてありがとう。またね。動物の名前言えるかな？ウサギ、パンダ、猫、カピバラ、ライオン、犬、ゾウ、キツネ、カバ、ゴリラ、キリン、コアラ、シマウマ、サイ、牛、クマ、豚、シカ、馬、羊。みんなはいくつ言えたかな？
を塗るよ。今回はルーレットで色を決めます。ウサギの色は黄色に決まり。みんなも好きな色で塗ってみてね。次はウサギの耳の中の色を決めるよ。赤色で塗っていきます。